皆様、こんにちは。ただいまより、グループネクサスジャパン主催、国立がん研究センター、希少がんセンター共催、リンパ腫カレッジ、テーマ、中枢神経系脳原発リンパ腫のセッションを開始します。私は本日、司会を務めます、一般社団法人、グループネクサスジャパンの天野慎介と申します。私も2000年27歳の時に、微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫を発症した患者です。本日は皆様と一緒に先生のお話を聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。リンパ腫カレッジでは、リンパ腫患者さんの治療や支援、生活に関する内容について、専門の先生方からお話を伺い、オンラインで月1回配信を行っています。それでは、まず開会に先立ちまして、本日の共催団体である国立がん研究センター、希少がんセンターの加藤陽子様から、ご挨拶と希少がんセンターのご紹介をいただきます。それでは加藤さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。国立がん研究センター、希少がんセンターの加藤陽子です。今日はリンパ腫カレッジの共催をさせていただきまして、どうもありがとうございます。これから国立がん研究センター、希少がんセンターについて説明させていただきたいと思います。画面共有いたします。国立がん研究センター、希少がんセンターは、築地キャンパスにある中央病院、柏キャンパスにある東病院、築地キャンパスにある研究所、がん対策研究所の横断的な組織として2014年に開設いたしました。2018年には希少がん治療機関として希少がんに関する情報、診療、研究開発のハブとして今活動させていただいております。希少がんセンターは患者さんやご家族、患者会の皆様と共に歩んでおりまして、いろんな動画を作成しております。もしお時間がありましたら、この2つの2本の動画を見ていただけたらと思います。希少がんセンターには公式のホームページがあります。下にアドレスがありますので、ぜひご覧ください。あと、Facebook も毎日公開しております。現在、フォロワー2615人。孤独な方が入院中や治療中、あと家でお一人にいるときに、この Facebook を見て元気をもらうということです。ここにはリンパ腫の方々と交流を持った写真が載せてありますので、ぜひご覧ください。あと、希少がんリーフレットっていうのも作成しております。悪性リンパ腫の疑い、悪性リンパ腫って言われたときに、少しでも早く情報を得たいということで、希少がんリーフレットを作成し、ホームページの中で公開しているほかに、希少がんセンターの待合でも公開しております。あとは、2022年9月からオンラインで希少がん3つエキスパートを不定期に開催いたしました。現在、第29回まで開催できております。で、開催したものを動画で公開しております。これもすぐ動画にたどり着くようにということで、チラシを作って、皆さんに公開しておりますので、ぜひご覧ください。あと、今日、主催の一般社団法人グループネクサスジャパンさんとは、2023年5月26日に、第16回皮膚のリンパ腫を国立がん研究センター、国際医療福祉大学共催で行いました。これも動画で公開されておりますので、ぜひご覧ください。あとは、たくさんのセミナー、イベントを開催しております。皆さんのご意見をもとに、こういうふうなカレンダーも作成しておりますので、ぜひご活用ください。あと、希少がんセンターの待合には、グループネクサスジャパンさんのチラシのほかに、リンパ腫の冊子や、その他の患者会のチラシ、冊子等を置いております。全国から患者さんが情報を求めていらっしゃいます。ぜひご活用ください。そしてここで希少がんの患者さん同士が直接出会って、それから交流が広がっていくという稀な交流の場です。皆さん、ぜひご活用ください。希少がんセンターは患者さんやご家族、患者会支援団体の皆様と一緒に希少がんの未来を作っていきたいというふうに思っております。これからもご支援どうぞよろしくお願いいたします。はい、加藤様ご挨拶ご紹介ありがとうございました。グループネクスジャパンの活動も、加藤様はじめ、希少がんセンターの皆様のご支援をいただいておりますので、改めてこの場をお借りして御礼申し上げます。また、希少がんセンターのホームページですね、国立がん研究センターのホームページで、多数の動画が公開されていて、本当に学びが多い動画がたくさんありますので、ぜひ一度ご覧いただければと思います。
ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは今回のテーマ、中枢神経系脳原発リンパ腫について、講師の先生からご講演いただきたいと思います。本日の講師の先生は、国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科の成田義孝先生です。それでは先生、どうぞよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。国立がん研究センター脳脊髄腫瘍科の成田と申します。今日は中枢神経系原発悪性リンパ腫の病態と治療についてお話しさせていただきます。それではこれからスライドを説明していきます。脳腫瘍は原発性脳腫瘍、すなわち脳から発生する腫瘍と、がんが脳に転移する転移性脳腫瘍に分けられます。原発性脳腫瘍は悪性脳腫瘍と、さらに良性の脳腫瘍に分けられます。原発性脳腫瘍は分類が複雑で、細かく分類すると100種類以上になりますが、2016年から2019年の全国がん登録のデータを見ると、年間平均29,492人が脳腫瘍と診断されております。そのうち悪性脳腫瘍は6,696人となっています。これは主な脳腫瘍ですけれども、青字が良性の脳腫瘍、赤字が悪性の脳腫瘍ですけれども、一番多いのは髄膜腫、次が下垂体腺腫、同じぐらいに神経上皮性グリオマという脳の悪性腫瘍があります。その次は神経鞘腫。そして今日お話しする脳から発生した悪性リンパ腫は全体の4%ぐらいになります。脳から発生するリンパ腫は中枢神経系原発悪性リンパ腫と言います。この後は悪性リンパ腫とか中枢神経リンパ腫というような呼び方をさせていただきます。これは年間の患者さんが約1,148人です。人口10万人あたり0.93人、1人よりも少ないぐらいですけれども、人口10万人の町ではだいたい1人ぐらい発症するという意味になります。高齢者に多く、年齢の中央値は71歳です。組織型はほとんどが肥満性大細胞性の B 細胞リンパ腫になります。脳以外の病気では、眼内リンパ腫、それからリンパ腫が髄液に広がるような状態の患者さんもいます。また、脊髄にも病気が広がることがあります。高齢者に多いので、60歳以上では全体の27%、70歳になると34%になります。60歳未満の患者さんは16%程度です。この後お話しますけれども、幹細胞移植や大量化学療法の適用となる65歳未満の患者さんは約300人ということになります。中枢神経系悪性リンパ腫の症状ですけれども、総症状といいまして、手足の麻痺や失語など脳のどこに病気ができるか、そういう症状を出す人が約半数、意識障害が23%、それから脳の圧力が高くなったり、転換発作を起こす人が5%ぐらいになります。脳神経外科の患者さんを見るときには、KPS、カルノフスキーパフォーマンスステータスという評価尺度を使いますけれども、この KPS というのは、100や90というのがほぼ正常な状態で症状がない状態です。KPS が80というのは仕事ができる状態ですけれども、KPS70 というのは一人で家で留守番できるぐらいです。KPS が60になると日常生活に介助が必要になりますけれども、KPS が70以下、一人で生活できる、介助が必要、重症な状態、そういう患者さんが全体の半数にもなることが、この中枢神経リンパ腫の特徴でもあります。したがって、このリンパ腫というのは基本的には血液内科で治療されますけれども、歩けない人、言葉の障害があったり、神経学的にいろいろケアをしなくちゃいけない患者さんがいるので、全国の患者さんのうち約半数は脳外科で治療してるんじゃないかというふうに考えています。
実際、国立がん研究センターでは、頭から発生した中枢神経リンパ腫の患者さんは、血液内科ではなく、脳神経外科で見ています。一方、全身のリンパ腫が脳に転移したような二次性のリンパ腫の患者さんの場合には、もともとが全身のリンパ腫ですので、血液内科で見ていることが多いと思います。今日お話を聞いている患者さんは、すでに中枢神経悪性リンパ腫にかかった患者さんだと思います。したがって、これから再発の不安を抱えている患者さんも多いと思いますけれども、この脳腫瘍の再発チェックに重要なことを少しお話をしようと思います。脳腫瘍では、腫瘍がどこにあるかによっていろんな症状が出てきますので、手足や顔半分の麻痺やしびれ、歩けない、それから立つことができない、ろれつが回らない、言葉が出てこない、人の言うことが理解できない、視野が欠ける、二重に見える、それから頭が痛くて辛い、まあそういうような症状があったときにはですね、まあ主治医に相談することが重要です。実際、再発を簡単にチェックするような、神経学的な、テストについて少し説明します。これは手足の麻痺の診断です。目をつぶって、まあ両腕を上げる。両腕を上げて目をつぶってもですね、きちんと腕を上げられるかどうかっていうのが重要です。麻痺側では腕が落ちてきます。また、片足で立てるかどうかってことも重要です。これ、テーブルなどにつかまって、片方の足で立ってみて、どちらかふらつくものがあったらですね、足に力が入らないということになります。それから、小脳症状、小脳に病気があると、手足のバランスが悪くなってきます。細かい運動ができなくなってくるんですけれども、これは、患者さんと、それから誰か、パートナーにちょっと見てもらって、目をつぶって、人差し指で鼻の頭に手を持っていくことができるのかどうか確かめることが重要だと思います。頭痛があると、胃が脳腫瘍が悪化してきたんじゃないかと思いますけれども、ほとんどの頭痛は脳腫瘍とは関係ないことが多いのですが、朝起きたとき、昼寝の後などにこの頭痛が続く。まあ、頭痛で目が覚める。これは、眠っていると脳の圧力が高くなるんですね。脳腫瘍があって、眠っているとさらに脳の圧力が高くなりますから、それで頭痛が出てきますので、この寝ている時の頭痛というのは注意です。その他に、頭痛の他に吐き気が続く、考えがまとまらない、元気が出ない、先ほどから話しているのは手足がしびれる、動かしにくい、そういう症状があった時にはですね、また主治医に相談することが重要だと思います。まあ、これは脳腫瘍の一般的な話ですけれども、まず、この神経学的な所見の他に CT や MRI を見ます。この画像は様々な脳腫瘍を示していますけれども、この脳腫瘍の患者さんの MRI、この画像だけではわからないことも多いんですね。実際に脳の悪性リンパ腫というのはこの2番目のものですけれども、まあ、こういうものもですね、実際に手術をしてみないと、どういうものなのかということがわからない。です。中枢神経系のこの悪性リンパ腫はですね、脳の深いところに発生するんです。大脳の深いところ、特に視床と言われる場所や、この大脳基底核、まあ、そういうところにできてくるわけなんですけれども、まあ、そうすることによって手足の麻痺や意識障害、言葉の障害などが出てきます。少し治療法について説明をしていこうと思いますけれども、中枢神経系の悪性リンパ腫、PCNSL っていうふうにも訳します。この PCNSL の患者さんはですね、手術で腫瘍を取る必要はありません。組織を少しでも取って、それを病理診断することによって診断することができます。中枢神経系の悪性リンパ腫に対してどのような初発時の治療が推奨されるかということですけれども、これは病気になった人皆さん、このメソトリキセート、大量のメトトリキセートっていう治療をすることが一般的に行われています。その他に、全脳照射や大量化学療法、自家幹細胞食が行われますけれども、
この全身のリンパ腫では普通に行われる R-CHOP 療法というのはですね、残念ながら脳のリンパ腫には効果が示されていません。脳の悪性リンパ腫に対して様々な抗がん剤が使われますけれども、一般的にはこの RMPBA 療法といいます。リツキシマブ、ニトトリキセート、プロカルバジン、ビンクリスチ、シタラビン。まあ、こういうものを使うわけなんですけれども、1コースはですね、だいたい1週間の入院です。これを5コースから8コースを行います。大事なことはですね、病院によってはずっとこの5コースから8コース、2ヶ月も3ヶ月もずっと入院しているところがありますけれども、国立がんセンターではですね、この1コースごとに家に帰れる人はとにかく家に帰ってもらって、自宅で動いてもらう。そしてまた1週間空けて入院するということを繰り返してますけれども、まあそうすることによって体力の消耗とか避けることができます。今日お話を聞いている人たちは、こういう薬をほとんど使っている人たちだと思います。わからないことは主治医に聞いてみてください。で、高齢者の患者さん。高齢者の患者さんに対してはですね、必ずしも RMPB 療法を行わないこともあります。メソトリキセートだけ単剤で治療することもありますけれども、放射線を行わないで様子を見ることが多く行われます。それは脳全体の放射線治療を行うと、数年は大丈夫なんですけれども、時間が経ってくると認知機能障害、そういうことが起きてくるからなんです。まあ、特に75歳以上ですね。まあそういう高齢の患者さんにはできれば全脳損傷は避けたいというふうに多くの医師は考えています。じゃあ再発した場合にはどうするか。まあ特に高齢者の患者さん、放射線治療が行っていないときにはですね、また化学療法、このメソトリキセートを含む化学療法をした上で、その後にこの全脳損傷っていうのを行うことがよく行われます。再発したこのリンパ腫の患者さんに対してはですね、またメソトリキセートを行う、それから同じ RMPB 療法を行いますけれども、まあこうすることによって再発後もですね、まあ8ヶ月から10ヶ月ぐらいはですね、おおよそコントロールすることが可能です。これまでメソトリキセート以外にはですね、この有効な薬物療法がなかったわけなんですけれども、この2020年からですね、BTK 阻害薬、チラブルチニブっていう飲み薬の抗がん剤が日本で使えるようになりました。このチラブルチニブは日本で開発された薬で、世界中でまだ承認されているのは日本だけです。これはリンパ腫のですね、その信号がどのように伝えるかを示しているわけなんですけれども、まあこの中に BTK っていうタンパクがありますので、これをこのチラブルチニブが阻害することによって細胞の増殖を抑制することになります。ただし、この再発、難治性のこのリンパ腫に対して、このチラブルチニブの効果っていうのはですね、約半年ぐらいになっています。ただし、1年間この再発しない人は3割ぐらい。このチラブルチニブを開始して3年間再発しない人は2割ぐらいいます。ですので、長期にわたってチラブルチニブが有効な患者さんもいます。チラブルチニブの副作用は、この感染症、リンパ腫の患者さんではですね、こういう入、これは RMPB 療法でもそうですけれども、ニューモシシス肺炎やこういうアスピルギリス肺炎、あるいは B 型ウイルス、こういうものの再活性化とかですね、まあ、感染症について注意する必要があります。また、最近では COVID-19 やインフルエンザ、まあ、そういうものもリスクになります。それから、チラブルチニブでは、多系紅斑と言われる、まあ、蕁麻疹のようなですね、こういう皮膚障害が見られることがあります。また、白血球や血小板が下がるような骨髄抑制、また、肺炎を起こしたり、肝機能障害、まあ、多くの抗がん剤に共通の副作用が見られます。この数年間の中枢神経系の悪性リンパ腫に対する進歩としてはですね、この数年前まではです。この
自家造血幹細胞移植を併用した大量化学療法というのが、首から下の全身のリンパ腫でしか行われていなかったんですけれども、この数年間はですね、この RMPB 療法、RMPBA 療法で効果があった患者さんに、この幹細胞移植を行った大量化学療法を行われるようになってきました。まあ、これは入院は1ヶ月から2ヶ月になりますけれども、65歳以下の比較的若い患者さんに、移植、大量化学療法が行われるわけですけれども、この幹細胞移植、この副作用で亡くなる患者さんというのはですね、一般的には5%未満と言われています。治療を行うにあたっては、まあ、主治医とよく相談する必要があると思います。今お話ししたような、リンパ腫に対して、この治療法については、まあ、主治医の先生とよく相談することが重要ですけれども、まあ、少し経過について少し振り返ってみたいと思います。この患者さん36歳です。MRI で、これは左の側頭葉というところに腫瘍があって、術後、言葉が出ない症状でした。2013年頃、できる治療としては、この大量メソトリキセート療法と全脳照射でしたけれども、また再発してきました。今度は再発に対して、こうチラブルチニブ、新しく出た薬を投与すると、まあ、1ヶ月ぐらいで腫瘍が消えました。まあ、それでも、この患者さんは7ヶ月ぐらいでまた少し再発してきているので、この後、RMPB 療法をやった上でですね、さらにまあ大量化学療法を行ったという患者さんです。今度は60歳の男性です。この患者さん、メソトレキセート療法をですね、2コースやった後、腫瘍が残っています。この患者さんは、この後にチラブルチニブを開始して、その後しばらくですね、1年半も放射線治療も行わないで、チラブルチニブを服用するだけで腫瘍が消えていました。ただし、この患者さんはですね、チラブルチニブで、まあ、ジンマシンのようなこの多径黄斑と言われる皮膚障害があったので、薬の量は少し減らしています。ところが、この1年6ヶ月後にですね、この小脳って言われるところに少し再発しているので、ここで今度はですね、また RMPB 療法っていう、通常行われる化学療法をもう一度やってですね、その後、幹細胞移植、大量化学療法を行って、この患者さんはですね、まあ、放射線も行えないで、まあ、ずっと元気にしています。これは、まあ、国立がん研究センターはじめ、多くの病院で行われている、初発の中枢神経系の悪性リンパ腫の治療についてまとめたものです。65歳以下の患者さんはですね、RMPB 療法をですね、5コースから7コースぐらいやってですね、効果があった場合にはですね、幹細胞移植を併用した大量化学療法が行われます。この赤字の SDPD、効果がない場合にはですね、チラブルチニブをやった上で、さらにやっぱり効果が出てこなかったら、放射線治療とアラシーを投与するということになります。66歳から75歳。もちろんこれは患者さんの状態によっても違いますけれども、こういう患者さんの場合はですね、まあ、できるだけ放射線治療しない、RMPB コースを、RMPB をですね、やった後に、腫瘍が消失すれば放射線治療しないで経過を見て、再発してきたらチラブルチニブを投与します。しかし、チラブルチニブを投与してもですね、やっぱり腫瘍が大きくなってきた場合には、全脳照射と、このアラシーっていうのを行います。まあ、年齢が特に高い場合、全身状態が悪い場合にはですね、このメソトレキセートだけをやった上でですね、腫瘍が消えれば経過観察してチラブルチニブ。腫瘍が小さくならなかったら、チラブルチニブを投与した後に全脳照射を行うようなことが行われています。放射線の副作用として、この白質脳症ということがあります。これは、中枢神経系の悪性リンパ腫の患者さんに、メソトレキセートと、この全脳照射をやると、こう、MRI で脳全体がですね、白く見えるようになることから、言われているわけなんですけれども、この MRI 上、白質というのは神経線維ですけれども、まあそういうところに障害が起きてくるんですね。これは必ずしも放射線治療だけで起きるわけではなく、化学療法
そういうものを併用するとですね、障害が起きてきます。認知機能障害や震え、心鮮ですね、麻痺などが見られ、重症例では記名力障害、物覚えが悪くなったりですね、意識障害や麻痺が進行することがあります。悪性リンパ腫に対してミソトレキセートを投与すると20%程度に発症するとも言われています。多くの患者さんは全脳症者やるとみんな白質脳症になると思っているわけなんですけれども、白質脳症になったから認知機能障害になるわけではありません。放射線治療や化学療法というのはですね、病気を治す上ではとても重要な治療ですのです。治療後の認知機能障害などの症状の多くは、治療までに生じた、すなわち病気になった時にですね、起きた脳機能障害であることが多いので、治療によって発症前より悪くなることではありません。悪質脳障害のことばかりを気にして治療を受けるのに否定的な患者さんは時に見ますけれども、必要な治療はよく主治医と相談してやっていくことが重要です。一方で、今、中枢神経系の悪性リンパ腫になった患者さんはですね、おおよそ5年生存割合というのは50%ぐらいです。しかし、最初にも申し上げましたように、病院にかかった時点で治療が難しい患者さんもいます。高齢者ではですね、全身状態が悪かったり、リハビリがうまく進まなかったり、まだまだ治療が難しいこともあります。治療について、よく主治医、家族とも相談して治療していくことが大事だと思います。さて、脳腫瘍と診断されたらどうするか。まず病気について理解することがとても重要です。診断や病気の場所、治療方針、今後予想される症状経過。それから、まずは病気を治療することを一番に考えることが大切です。また、職場復帰や目標を持つこともとても大事です。主治医と、信頼関係を築くことも大事ですけれども、わからないことは何でも主治医に聞いてください。他の患者さんとは病状が異なりますし、インターネットで書いてることが正しいと限りません。治療をするには、家族や身の回りの人との会話を心がけることも大事だと思っています。悪性の脳腫瘍になると、皆何が悪かったのかってことを考えますけれども、中枢神経系の悪性リンパ腫もそうですけれども、環境や食べ物、仕事、ストレス、こういうものが明らかに悪性の脳腫瘍の原因となっているものはありません。病気になった時には、自分を責めないで、まず治療することを考えることが大事です。どうすればいい治療が受けられるか、療養ができるかを、患者さんだけじゃなくて、家族や友人、周りの人とよく考えることが大切です。脳腫瘍に対して情報を集めることも大事だと思います。最初に加藤さんが希少がんセンターについて紹介していましたけれども、脳腫瘍学会のホームページにはですね、いろいろなガイドライン、先ほど示したようなガイドラインがあります。医師向けですけれども、もし、時間があったら、ぜひ読んでほしいと思います。また、市民公開講座と話しているような内容のものもですね、ダウンロードすることができます。さらに、この脳腫瘍学会のホームページにはですね、様々なガイドラインの他に、患者さんに対するですね、脳腫瘍支持療法情報というものも掲載しています。脳腫瘍の患者さんのですね、在宅に対する様々な治療について解説したものです。詳しく見ると、様々なパンフレットを掲載しています。脳腫瘍患者さんの社会保障制度、失語症のある患者さんをどうやって治療すればいいか。これは家族向けのパンフレットです。麻痺のある患者さんの在宅ケア、訪問看護の手引き、食欲低下のある患者さんの在宅ケア、特に脳腫瘍で飲み込みが悪くなっている患者さん向けにはですね、摂食、嚥下障害のある患者さんのケア、高次脳機能障害のある患者さんの在宅ケア、脳腫瘍の在宅療養の手引き、転院療養の手引き、それから放射線治療の内容と副作用の手引き、
夜間頻尿の患者さんの手引き、まあ、こういうものもあります。まあ、さらに仕事してる人たちがですね、仕事を休んだ方がいいのか、継続した方がいいのかってことを見るために、こう就労支援ガイドブックもありますので、この1から13番までは、どの患者さんもこの脳症学会のホームページにアクセスするだけでダウンロードできますので、ぜひ見てみてください。少し内容について紹介してみます。これは社会保障制度ですけれども、脳症の患者さん、悪性リンパ腫の患者さんも含めて、こういう社会保障制度、どういうものがあります。小児や年齢、まあ、高齢者かどうか、それから経済的な問題も含めて記載されてあります。悪性リンパ腫の患者さんは高齢者に多いので、この介護保険や介護サービスを利用することが大事です。まあ、自宅で受けられることとしては、訪問看護、こういうリハビリテーション、入浴、こういうこともありますし、まあ、施設などに通ってですね、デイサービス、まあ、デイサービスの中でこういうリハビリテーションを行うことも重要ですし、まあ、車椅子や電動ベッドなどのレンタル、まあ、浴室用の椅子、まあ、ポータブルトイレ、まあ、こういうものも借りることもできますし、まあ、手すりや段差解消のための住宅解消などもできますので、やはり脳腫瘍になって手足が不自由だったり、そういう状態の時にはですね、介護保険をぜひ利用してください。失語症のある患者さん。失語症にはですね、この言語の理解はある程度可能な状態と、それから言語の理解が、言葉の障害が主に出てくるような、そういう患者さんの障害がありますけれども、まあ、こういう患者さん向けにですね、ご家族がどういうふうに対応すればいいかどうかということをですね、このパンフレットは解説しています。また、リンパ腫に限らず、脳症の患者さんでは、判断や計算、理解、学習など、高次脳機能障害というのが起きることがあります。まあ、こういう患者さんに対してですね、どのように対応すればいいかということも書いてあります。例えば、今何時っていう、同じことを何度も高次脳機能障害の患者さんを尋ねることがあります。そうすると、あまり時間のことばっかりじゃなくて、お茶の時間に注意を転換してですね、コップを出してみたりとか、まあ、話題を変えたりとか、まあ、そういうことも時に重要ですけれども、まあ、こういう対応の仕方が書いてあります。また、訪問看護を効率的に受けるための方法についても記載されています。これは、在宅療養、在宅緩和ケア、そういうことを行う場合にですね、まあ、その患者さんに対してご家族がどういうことができるのかってことについて、まあ、解説しているものです。これは在宅で亡くなることの意識して作られていますので、悪い状態のこと、亡くなる直前のこういう状態の時についても解説してあります。まあ、この書いてる内容についてはですね、まあ、主治医や看護師さん、特に訪問看護師さんともよく相談してみることも大事だと思っています。また、脳症の患者さんは仕事ができなくなることが少なくありません。まあ、その時にはですね、この就労支援ガイドブックっていうのがよくできていますので、ぜひ見てください。これは最初に診断された時、まあ、治療中の状態、復帰のこと、それから新しい転職のことについても書いてありますし、病気が進行した時にどうすればいいのかっていうことがありますので、まあ、仕事をしている人、これはご家族も含めてぜひご覧いただければと思います。これは私の外来ですけれども、まあ、このようにですね、日本脳症学会で作ったこのパンフレットがいろいろ置いてあります。まあ、患者さんの状態に応じてですね、患者さんにですね、渡してて、少しでも皆さんの役に立つようにしています。脳腫瘍の治療が、どうしてもですね、他の治療がどういうものがあるのか、まあ、そういう時、知りたくなった時にはですね、セカンドオピニオンを受けることができます。私のところにも多くの患者さんがセカンドオピニオンで来ていますけれども、私が心がけていることとしては、まあ、セカンドオピニオンよりですね、ファーストオピニオン、最初の主治医の先生、看護師さんたちがいろんなことをやってきてくれてるってことをまず理解することが大事です。特にこの主治医との関係を壊さない。もちろん治療がですね、可能な場合にはですね、国立がんセンターに転院して治療することもできますけれども、
必ずしも多くの患者さんがそういう状態ではないこともあります。まあ、相談に来てよかったと思える先ほどのですね、支持療法の状態だったりですね、病気についての今後の治療のことについて相談したり、説明したり、まあ、できるだけ相談に来てよかったと思えるような情報を正しく伝えることも心がけています。また、このセカンドオピニオンではですね、初めて会う患者さん、ご家族に接するわけなんですけれども、セカンドオピニオンなので曖昧な説明しないことにしています。患者さんと信頼関係が結ばれる前にですね、短時間で時に厳しい説明をすることもあります。まあ、セカンドオピニオンに来た患者さん、ご家族を見ていると、まあ、主治医とのコミュニケーション不足っていうのもよく感じますので、やはり遠慮しないで主治医や主治医に言いにくかったら、外来の看護師さん、病棟の看護師さんに話することが大事だと思っています。これは、がんの患者さんと悪性脳腫瘍の患者さんの経過について示したものですけれども、がんの患者さん、一般的な肺がんや乳がん、そういう患者さんというのはですね、病気が本当に進行してきて、なかなかいい治療法がないなっていう状況になってきて、こう、徐々に落ちていくわけなんですけれども、脳腫瘍の患者さんはですね、手術をしたり放射線化学療法で一度良くなるわけなんですけども、再発するとどんどん悪くなっていってですね、もう元気じゃない、状態の悪い時間が長いということが大事です。他のがんに比べて全身状態や判断力が低下する時間が長いことが、まあ、脳腫瘍の特徴でもあると言っていいと思います。まあ、最近、このアドバンスケアプランニング、人生会議って言葉はよく耳にすると思いますけれども、この先どのような医療やケア、生活を望んでいるか、そういうことを自分自身、家族や医師や看護師など、そういういろんな人たちと話し合う、これからどういう治療をしていくかということを考えることが大事です。何をしたいのか、どういうことができるのかってことをですね、考えておくこともですね、最近は進められるようになってきています。このアドバンスケアプランニングっていうのは、脳腫瘍の患者さんをはじめ、もともとはですね、判断力ができなくなったときに、自分で動けなくなったときにどうするかっていうこと、まあそういうことをですね、事前に決めておくっていうことなんですけれども、まあ、あなたの大切にしていることは何ですか？ご自身のご病気のことをどこまで知りたいと思いますか？まあ、知りたくない情報はありますか？あなたのお考えや気持ちを代弁してくれる方はどなたですか？まあ、こういうことについてですね、ご家族や主治医、看護師とも話し合うことが大事です。日本脳腫瘍学会ではですね、この支持療法委員会、まあ、先ほど様々なパンフレットありましたけれども、このアドバンスケアプランニングワーキンググループというのがありまして、様々なこのアドバンスケアプランニングパンフレットを発行しています。初診時、手術前、それから診断が確定したとき、さらに病状が進行したときですね、こういう3種類のパンフレットを用意して、まあ、主治医から患者さんに説明しています。これは、ホームページからは直接ダウンロードできないので、もし興味がある方はですね、まあ、主治医に相談すればですね、もらうことができると思います。ここにはですね、医師や看護師などに質問してみましょうという項目がいろいろ記載されています。これ、質問の内容でもありますけれども、これは医療者から見ると、こういう内容については十分説明しているので、理解してますよねっていう、そういう確認の内容でもあります。まあ、ぜひ、ここに書いているようなことについてですね、考えてみてください。悪性脳腫瘍の患者さん自身はですね、自分が体が動かなくなる。認知機能が低下する、意識が失われていく、生活していくのが大変だということが心配になります。一方、家族は、他の患者さん、ご家族がどのような治療をしている、介護しているのか、こういうことがわからないということが患者さん、家族にとっての悩みでもあります。自分たちで悩んでいないで、看護師やケアマネージャー、こういう相談支援センターへ相談する、まあ、希少がんセンターでもこういう悩みについての相談を受け付けていますので、まあ、家族同士の語り合い、まあ、そういうこともですね、できるだけ進めるのもいいと思います。悪性の脳腫瘍の患者さんは、他のがんに比べてもですね、うつ状態になっていることが多いんです。不安や不眠、抑うつに対する対策としてですね、まあ、精神腫瘍科、精神科、心療内科、こういうところを受診するのも重要ですけれども、まずや、
家族や友人と対話する気分転換、旅行、そういうものも大事だと思います。外来では時間が限られているので、自分の状態についてですね、短時間で主治医に相談すること、説明することも大事ですけれども、この日常の記録を取っている、なかなか言いにくいとき、直接言いにくいことはですね、メモに取って、主治医に見せることも大事ですけれども、最初に述べましたように歩き方や片足で立てるかどうか、箸、茶碗の持ち方、そういうことも大事だと思います。また、リハビリと機能低下予防ということが重要ですけれども、とにかく運動を定期的にする。1時間も2時間も歩く必要はありませんけれども、この脳症になった時には、奥さんや旦那さん、あるいはご家族、友人、そういう人たちとですね、できるだけ定期的に10分でも15分でもいいので、散歩するように心がけるのがいいと思います。転倒には特に注意する必要があります。骨折してしまうと、さらに運動機能が低下してしまいます。また、脳症になると、物覚えが悪くなることがありますので、何でもメモを取る習慣というのをつけることが大事です。声に出して本を読む、日記を書いてみることも重要だと思います。患者さんやご家族が病気を受け入れるためには、悪性の脳症と診断されたこと、この治療を受けていることをですね、家族だけじゃなくて、近所の人、友人、職場、こういう人たちにもですね、隠さないで病気のことを伝えることもいいのではないかと思います。また、悩みを相談されるときにはですね、時間をかけてできるだけ話を聞いてあげるのもいいと思います。で、治療法についていろいろ言うことよりも、とにかく一緒にいてあげることが一番大事です。病気に乗ったこと、治療による苦しさについて、周りの人も相談に乗ってくれるし、助けてくれるということをですね、よく感じていただければと思います。で、家族や、友人、患者さんと一緒にできることを考えることも重要だと思います。これまでに一緒に歩んできたこと、アルバムを整理しながらですね、そういうことを思い出して話してみることも重要ですし、一緒に散歩する、一緒になんか日記を書いてみたりですね、料理したり何か一緒にやる、こういうことも患者さんのリラックスする上では重要なことかと思います。介護する人にとってはですね、できる範囲での介護をする、あんまり無理しすぎないということも大切だと思います。介護はですね、病院だけじゃなくて、在宅関与分けや、介護施設、こういうところでもありますけれども、在宅で療養するときにはですね、往診や訪問看護、ケアマネージャー、こういう人たちと相談することが大切です。在宅での緩和ケア、これは特別なことをする必要はありません。とにかく一緒にいてあげることが大事で、家族で過ごすことが最大の介護と思います。何か目標を持って共有します。脳症の患者さんはですね、意識障害があって、あるいは失語があって、子供が十分に話せなくてもですね、長期の記憶は保たれています。それでも家族が時に辛く思うのはですね、意識障害があったり、患者さんが家族の苦労を分かってもらえないとかですね、介護の大変さ、こういうものを周りの人が理解してくれない、そういうこともあるかもしれません。意識障害、認知機能障害によってですね、少しひどい言葉を発する患者さんもいますけれども、それほど多くはありません。患者さんがですね、いろんな話をしたことをですね、ノートを書き留めることもいいと思います。意識障害が進むと、患者さんが自分の言葉で気持ちが伝えられなくなることが少なくありますね。最後ですけれども、中枢神経系原発悪性リンパ腫について少し、全体的な話をしました。このリンパ腫はですね、全脳症の 4%、60歳代以降の、高齢者に多い、病気が急速に進行する、診断されたときには、元気な患者さんというのがですね、半数以下になっていることがあり、多いという話を最初にしました。手術はですね、生検をした後に、メソトリキセートを含むですね、RMVB 療法、こういうものが行われます。若い患者さんでは、最近はですね、この幹細胞移植を併用した大量管区療法が行われるようになってきています。再発時の治療としては、新しいチラブルチネブが使えるようになってきていますので、
治療も少しずつ良くなってきています。病気を克服するためにはですね、一人で悩んでいないで、ご家族、医療スタッフ、友人、職場の同僚、近所の人など、みんなで力を合わせることも大切です。医療者だけじゃなくてですね、家族、友人、知人、いろんな様々な人に病気のことに相談することがですね、脳症の患者さんが元気でいるための秘訣でもあると思います。私の話は以上です。はい、先生、幅広い、大変貴重なご講演をいただきまして、ありがとうございました。特に最後のスライドで、医療者だけでなく、周囲の方々も含めて患者さんを支えていくことの大切さを触れていただきました。非常に心に残るご講演だったと思います。ありがとうございました。それでは、残りのお時間で、事前にいただいたご質問にお答えいただく質疑応答に進みたいと思います。ご質問は事前に、グループネクサスジャパンの会員の方々からいただいております。お時間の都合で全てのご質問にはお答えできない場合があることをご了承ください。また、限られた情報に基に、先生からお答えいただきますので、セカンドオピニオンなどの代わりにはならないということもご了承いただければと思います。それではまず、最初のご質問です。読み上げます。患者の家族です。患者は60代男性、脳原発の悪性リンパ腫とのことです。メトトレキサートの大量療法の後に放射線治療を進められていますと。しかし、放射線治療を行うと、白質脳症のリスクもあると言われました。白質脳症のリスクはどの程度あるのでしょうか。白質脳症とはどのような症状なのでしょうか。白質脳症を予防することはできないのでしょうかというご質問をいただいています。先生のご講演の中でもかなり詳しくお話しいただいてますけども、改めて解説いただければと思います。よろしくお願いいたします。白質脳症に、画像上、MRI 上白質脳症になる人は少なくありませんけれども、白質脳症イコール認知機能障害になるということとはまた違ってきます。60歳ですと、最近は大量化学療法もしたりしますけれども、RMPB 療法、あるいはですね、その後のシラブルリチニブを使っても病気が消えない場合には、症状がどんどん進行していきます。そういう時にはですね、放射線治療を行うことはですね、とても必要なことです。セカンドオピニオンしていると、放射線治療イコール悪っていうふうに感じている患者さんがいますけれども、放射線治療で病気を治すことがですね、まず大事なことだと思いますので、恐れないで、治療を受けることが大事だと思います。白質脳症を予防する方法、これはなかなか薬では予防することはできないですし、患者さんの体質にもよってくると思うんです。脳全体の放射線治療をかけます。しかも60歳、70歳の患者さんですから、たとえですね、放射線治療を行わなくても5年後、10年後っていうのは脳忘れがひどくなってくることが多いわけですね。ですから、普段からメモを取るとか、そういうことを心がけることが大事だと思います。ありがとうございます。サインの部分をとても重要だと思いました。実際、私たちの会でも、脳のリンパ腫の患者さんで、脳の放射線治療を受けて、ちょっとぼーっとすることが増えたということをおっしゃる方がいるんですけども、今、先生おっしゃってメモを取るように心がけているとか、そういったことを、日常生活で工夫されている患者さんもいらっしゃいますので、最後、先生の、ご発言、すごく重要だと思いました。はい、ありがとうございます。それでは、次のご質問です。カーティ療法が悪性リンパ腫に対する新しい治療として期待されているとのことですが、脳のリンパ腫に対してはカーティ療法はできないのでしょうかというご質問です。先生、ご回答お願いいたします。この頃アメリカではですね、脳のリンパ腫に対しても、カーティ療法を受けたっていうような報告が少しずつされるようになってきています。必ずしも、効果がですね、極めて優れているわけではないような状況です。日本のガイドラインではですね、やはりカーティ療法というのは高額であること、それからリンパ腫の患者さんが必ずしも全て元気じゃない、そういうこともあるので、日本のガイドラインでは現時点ではですね、脳の悪性リンパ腫に対してはカーティ療法は行わないということにはなっているようです。これから海外で、いろんなデータが出てくれればですね、日本のガイドラインも見直されるかもしれませんけれども、現時点では国内ではカーティ療法はされていないと思います。ありました。ありがとうございます。それでは、次のご質問になります。脳のリンパ腫で、自家移植を、受けましたが、再発をしてしまいましたと。
主治医からは、チラブルチニブ、ベレキシブルですね、での治療を進められていますが、他に治療はあるのでしょうか、またセカンドオピニオンを受けた方が良いのでしょうかというご質問です。先生、ご回答お願いします。肝細胞移植、そういうところまでやっているところであればですね、リンパ腫に関しては、かなり積極的な何でもできる治療だと思います。リンパ腫という病気はですね、ちょっと面白いところがありまして、前にやったメソトレキセートだったり、RMPV 療法をやるとですね、また繰り返すことによって腫瘍が縮小することもあるんですね。ですから今回の場合、肝細胞移植をやって再発する人っていうのはまだそれほど多くないっていうか、ですね、この5年ぐらいで肝細胞移植がどんどん進まれているので、それで治療効果がある人もいますけれども、チラブルチニブを投与する。また RMPV 療法を投与する。そういうことも重要ですし、それから、やはり放射線治療を行われてないこともあるんですね。だから必要な時には放射線治療をやります。放射線治療で寛解、治る患者さんというのも決して少なくありませんので、恐れないで治療することも大事だと思います。ありがとうございます。セカンドオピニオンについても先生のご講演の中でも触れていただきましたが、国立がん研究センターでは、先生のところで脳のリンパ腫をセカンドオピニオンは引き受けてらっしゃるという理解でよろしいでしょうか。はい、そうですね。はい。セカンドオピニオン、どうしても心配な時には、セカンドオピニオンにぜひ行ってもらえればというふうに思います。その時にはですね、やはりセカンドオピニオン、多くはですね、リンパ腫の患者さんは大学病院、それから、いわゆるがんセンターで治療されていると思いますけれども、受けるんであればですね、いわゆる民間療法とかそういうところではなくて、やはり、がんセンターや、大学病、他の大学病院、そういうところを選ぶのが大事だと思います。ありがとうございました。それではここまで成田先生にお答えいただきましたが、今までのご質問や成田先生のご講演の内容を受ける形で、本日、共済団体であります国立がん研究センターの希少がんセンターの加藤陽子さんにもお話を伺いたいと思います。加藤さん、画面に入ることは可能でしょうか。はい。ありがとうございます。加藤さん、実際に希少がんセンターの方でも、脳のリンパ腫の患者さんのお話を伺うこともあるかと思いますけども、今までの成田先生お話、もしくは加藤さんが接している今までの経験などから何かコメントがありましたら、ぜひお聞かせいただきたいと思います。私の経験からだと、リンパ腫が脳にリンパ腫がっていうところで、患者さんやご家族が大混乱されて、よく希少がんセンターを訪ねてこられます。で、そういう時はやはり、そういう、相談のところに一回行って、ご自身の病気のことを整理していただけたらなというふうに思うことと、あと患者さんやご家族の話を伺っていると、中枢神経系リンパ腫なんていう言葉を相談員の方が初めて聞いた感じで不安そうだったっていうふうなことも伺うこともあるので、そういう場合はぜひ希少がんセンターのような稀ながんを扱っているところに一度相談していただけたら、何か適切なアドバイスができるんではないかなというふうに思います。あとは脳にできたリンパ腫が脳にできた場合、周りに誰も仲間がいないっていうようなことをよく言われます。そういう場合は今回主催されている一般社団法人グループネクサスジャパンさんのようなところに一度アクセスしてみて、そして仲間、もし仲間がいなかったとしても多分気持ちを共感してくださると思うので、そういうところを活用してみるっていうのも一つの方法なんではないかなっていうふうに思います。私から以上です。はい。ありがとうございます。私たちの、ネクサスはですね、実は、創立されてから、20年以上経つんですけども、最初の10年ぐらいはですね、実は脳のリンパ腫の患者さんっていうのは会議もほとんどっていうか全くいなかったんですよね。つまり、治療がなかなか難しくて、会議に来れるような患者さんがもうほとんどいなかったということだと思うんですけども、もうまさに、最近、この5年、10年ぐらいですか。で、先ほど、成田先生お話しされた、メソトレキセートであるとか、
まあ、全脳照射とか新しい、まあ、治療が導入されるようになってからですね、まあ、脳のリンパ腫の患者さんが、まあ、普通にですね、私たちの会に参加されるという方も、かなり増えてきているような印象がありますので、まあ、今おっしゃっていただいたように、もしまあ不安な方いらっしゃったら、私たちの会にアクセスしていただければと思いますし、気象がんセンターにもぜひご相談いただければと思いますが、加藤さん、先ほど成田先生にもお尋ねしたんですが、セカンドオピニオンは、がんセンターでも普通にお受けいただけるということでいいんですよね。はい、国立がん研究センター中央病院の方では、脳の、悪性リンパ腫のセカンドオピニオンを受け入れておりますので、ぜひ選択肢の一つとして活用いただけたらいいと思います。あと、成田先生、全国ではあれですよね、脳のリンパ腫の場合って、国立がん研究センター中央病院の場合は、脳脊髄腫瘍科が担当してますけど、地域によっては血液腫瘍科の方が担当していることもありますよね。そうですね。では、そういう場合は、行きたいなと思うところの相談支援センターとか、お近くの気象がんセンターを活用いただいて、どこの診療科が対応しているかっていうのを確認してから、セカンドオピニオンをされたらよろしいんではないかなと思います。い、ありがとうございました。それでは、お時間が来てしまったようですので、最後に、成田先生、そして、加藤様からそれぞれ、本日ご視聴いただいている患者さんご家族に、メッセージをお願いできればと思います。まず、成田先生からメッセージをお願いできますでしょうか。特に希少がんと言われる患者さんというのは、なかなか情報が少なかったりですね、それから、国立がんセンターに多くの患者さんがいるところではですね、他の家族と知り合うこともできると思うんですけれども、やはりこの4年間ですね、コロナで人との付き合いですね、友人だけじゃなくてですね、特に他の患者さん、その介護している人と付き合いが少なかったということもあると思うんですけれども、やはりですね、病気を治すためには一人だけでは大変なので、いろんな人とコミュニケーションを図ってですね、よくはお話しすることが重要だと思いますので、少しコロナが落ち着いてきたら、いろんな人と自分の悩み、そういうことを相談してですね、治療を進めていくことが大事だと思います。はい、ありがとうございました。では、加藤様からもメッセージをお願いいたします。今回は、一般社団法人グループネクサスジャパンさんと一緒にリンパ腫カレッジを開催させていただいて本当にありがとうございます。稀ながんの場合は、一つの病院だけでは情報発信するのが難しい。じゃあ、他の病院と一緒にやっても大丈夫かって言っても、全国に広がることがちょっと難しいので、そういう時はやっぱり患者さん、ご家族、患者会、支援団体の皆さんと一緒になって情報発信していくということが必要なので、今回はこのような機会を与えていただいて、本当にありがとうございました。これからもそのような活動を私たち国立がん研究センター、希少がんセンター、そして希少がん治療機関はやっていきたいと思いますので、どうぞご指導、ご支援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。成田先生、加藤様、本日は大変お忙しいところ、ご講演、そして質疑応答にお答えいただきまして、ありがとうございました。それでは以上をもちまして、グループネクサスジャパン主催、国立がん研究センター、希少がんセンター共催、リンパ腫カレッジ、テーマ、中枢神経系脳原発リンパ腫のセッション終了いたします。皆様ご視聴いただきまして、ありがとうございました。